親父さんまだ悔いがあるからおかしいよ。で、せがれが可哀想だから早く譲ってあげてって。ずっとまあ親父さんがやっていければそれでいいんですけれども、そうはいかないですから、いつかは交代しなきゃいけないですから。そこまで頂上まで行けば完璧かもわかんないけど、じゃあこの頂上はどこかって言うとわかんないわけですよ。抜いてやっとならんだ。その裏にやっぱり親父の影響っていうのは、歌が夢だったっていうのもありますよ。こうやったらいいんじゃないって夢でしょ、あれ。 やるってことは非常にいいことじゃないかなと思います。父はもう二郎さんの亡霊がもうそこら中にあるから、好きにならなきゃダメですよ。その自分の仕事に惚れなきゃダメなんですよ。